どうも皆さんこんにちは。スーパーマリオメーカー2、皆さんのコースに挑戦していきます。ゼルダの飛び石ジャンプ3、ひたすら飛び石ジャンプするコースです。今回はボスがいます。ポコマルさんの飛び石ジャンプコースバージョン3ですね。2は結構難しくて時間もかかったんですが、あ、今回オートスクロールですか。なるほど、ゆっくりできないと。ゆっくりはできないですけど、慎重にはプレイしていきたいですね。うん？いや、これは爆弾で壊すんだ。こうですね。で、さらに進んでいく。怖い。ここも爆弾ですね。違います？嘘。あーって言われましたよ。間違えましたか？一応続いてはいますね。大丈夫かな。はい、土管に来ました。お？外れでしたか。さっきのあーって言われたところですよね。さあ、この辺ね、一応隠しブロックかなんかがないかなって探したんですけど、なさそうなんですよね。で、さっきの正解の時は右矢印のマークがあったんですけど、ここないんで、でも戻れないんですよね。だとしたらもう行く場所って下しかないんですよ。あった。この矢印がありますね。多分正解ですね。OK。矢印を頼りにしていきましょうか。スネークブロック。どんどん右行っちゃってますけど大丈夫でしょうか。どっかに上に上がりそうな予感が。上。OK。いや、これは違う。多分違う。いや、さらに上行きましたね。あれ。あ、そうかそうか。オートスクロールだからあれだ。戻れないんだ。多分外れだと思いますけど、一応入ります。ですよね。で、このまま上に移動して、ドアがある。矢印はないですけど大丈夫ですかね。あ、正解っぽいです。中間落ちました。まあ、ここまでは合ってるっぽいので、再び飛び石。結構感覚が広くなってきてる。急がなきゃダメなパターンですか。ボム兵が落ちてくるので気持ち早め。いい感じですね。お、 P ブロック。あ、ボス戦かな。あ、これどうやって戦うのがいいんだろう。ちょっと炎が結構きついですけど、リンクの剣はどんどん出てくるんですね。ひたすらこれでいいのかな。いや、そもそも P スイッチを踏めばスピードは入れるんですよね。ちょっと高めに。無理か。いや、クッパ倒しちゃった方が多分早いっすね。あ、倒れた。よし、あと1体。やっぱクッパ倒さなくてもピースイッチを踏むだけで大丈夫なんですね。
あれ？待って、これ P フやったらあれか、 P ブロック消えるんですよね。それまずい。どうしよう、これでいいのかな。ダメか。こここれいけました。だいぶ時間かかりましたね。さあボスも倒しましたんで、このままゴールいけますかね。土管のみですね。ゴールは見えますけど、あのドアめちゃめちゃ怪しい。だってさっき中間ポイントの手前の土管のところに戻り用のドアありましたもん。そもそもこれ爆弾で壊せばいけますもんね。オッケー。はい、ありがとうございました。いや、この飛び石シリーズ面白いですね。ぜひパート4、パート5期待してます。都の大通り。アイテムはどこかに隠れているので探してみよう。タイトル名はユーカレイリーとインポッシブル迷宮から取りました。 Nマリオさんのコースです。アイテムはどこかに隠されている。プンプンを1体倒してからゴールという条件付きですね。これは滑っていいのかな。下から行きましょうか。はい、土管に入って、ビルダーマリオ、たまたま出てきたビルダーマリオになって壊して進むと、こんな感じでアイテムを探していく感じでしょうかね。危ない危ない。さあドア入って、ブンブンを倒してもダメなんですよね。プンプンを倒さないと。あ、でもフラワー出てきますね。これで2回。OK。ゴール条件は達成しました。ブンブンも倒しました。で、ヒップドロップで入って。これはファイヤーで普通に倒せばいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。ここでいきましょうか。 OK。 ロスに乗って、おっと大丈夫かな。しまった。これもどっかにビルダーマリオがあるわけですよね。ここかな。ここではない。おお、どこにあるんだろう。鍵は見つかりましたけど、いや、出てきた。ここにありました。よし、これで進めますね。ちょっと待って、挟まりそう。よし、でっかいゲスト当たった大丈夫かな。あ、たまたまさっき鍵取ったんでここに入れるわけですね。さあ鍵ドアの中は、お、ボーナスステージですね。コインと1アップ。ただビルダーマリオじゃないんで50コインが取れないですね、これじゃ。さあではゴール目指しましょう。多分もう近いと思うんですよね。オッケー。カメくんがいました。ありがとうございました。カロンコーラ。とある方のコースで苦労したギミックのコース、リスペクト。土管は練習&救済。スポさんのコースです。ベストタイム1秒台でしたね。カノンコーラを吐いたままゴール。
これをは、え、どうやって履くんですかこれ。あ、持てた。いけました。結構慣れるまで難しかったです。確かに1秒台出ますね。おお、ベストタイム。ありがとうございました。ちょっと救済の方もプレイします。では土管に入って救済ルート行きましょうか。あー、こっちは毒沼が上がってこないので、あ、でこれで練習ができるってことですね。でそれでも無理だったらその先の甲羅をかぶるじゃない、履いても OK と。なるほど。だここでこれでいいのか。でドア入って、あー OK ですね。だこれでもいいし、ここが無理ならこっちで履いても OK ですよと。 OK です。おっと、上から行った方がいいですね。ここ地味にきつくないですか。先の方は全部ブロック壊してもらってから行った方がいいですよ多分ね。こう行ってこう行ってこう行って、こう、脱げちゃった、戻ります。もう一回履いて、地味にあそこきついな。ここ左が降りてきて、真ん中が降りてきて、その次が降りてきて、あ、これできるかな。あー、間違えた、危ない。はい、クリアできました。こっちも難しいですよ。跳ねるぞ。今職人ポイント1万超えていらっしゃるコロプラさんの初めて投稿されたコースですね。初めて作りました、お願いします。では遊んでいきましょう。なんかバネがサムネにありましたね。あ、これあれじゃないかな、デフォルトコースの形に似てるような気がしますね。とりあえず普通に進めて大丈夫ですかね。あーですね、デフォルトコースをアレンジしたような感じだと思いますが、まあ、とりあえずゆっくり進めていきましょう。うん、あれでもこんなにパックン多分いなかったですね。もうちょっと少なかったと思います。あ、跳ねるぞと、こういうことですね。なるほど。まあでも逆にこれがあることによってリフトに乗りやすくなってますね。あれ？ピース位置って、あー、右側一応踏んでおきますか。なんかあるかな、クリボー、鍵持ってるのか。あ、特にないですね。では下へ移動して、あー、こっちも取れたのか。まあいいや、この辺はかなりアレンジされてますね。で上登って、でゴールエリアですね最後。おお、すごいことあってんな。跳ねる跳ねる跳ねる。はい、ありがとうございました。では本日はここまでにしたいと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。